まことと、みくの、まことの間。皆様、はじめまして。サブカルチャークリエイティブプロデューサーのまことです。皆さん、こんにちは。女優の佐藤みくです。さて、前回から始まりました、まことの間。このまことの間は、現在多くの創作写真集をプロデュースをしているサブカルチャークリエイティブプロデューサーのまことさんが、写真、音楽、空間、デザイン、ファッション、コスプレ、サブカルなどについて個々に頑張っている方ややる気のあるクリエイターたちの発掘、そして誠さんが手掛けていらっしゃる現在進行中のプロジェクトなどを紹介していく番組です。はい、ラジオを聴きの皆さんにいろんなサブカルチャーの魅力、誠さんのこだわりに加え、私佐藤みくの個人的な趣味などについてもお話しさせていただければと思っております。はい、改めまして、サブカルチャークリエイティブプロデューサーの誠です。この番組をお聞きの皆様がいろんなサブカルチャーの魅力とか可能性を再認識していただいて、はい、もしリスナーさんの中で、こんな活動をしているんだけどとか、これからこんなことをしたいんだけどというようなことがある方がいれば、そういう方々の情報交換の場になったらいいなと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず誠さんの略歴をですね、ご紹介させていただきます。はい、誠さんは東京都のご出身で、1981年生まれの現在38歳、ライブ撮影や人物撮影を主として写真活動をされている中、クリエイターの感性の豊かさを再認識され、コスプレイヤーや若手クリエイターがさまざまな方面で活躍できるようになるためのまことの間プロジェクトを指導されました。ご自身が起業をされた際に得たマーケティングの知識を生かしながら、いろんなサブカルを中心とした新しい可能性を持つクリエイターたちを育成、プロデュース、作品作りを目指してらっしゃいます。そうですね。はい、そして昨年9月にブルガリアのソフィアで開催された東ヨーロッパ最大のサブカルイベント、アニベンチャーコミックコン2019にも参加されました。はい、さてそんな誠さんと一緒にこの番組誠の間を進行してまいります。私佐藤みくは普段は女優としてドラマや映画に出演参加させていただいております。特に昨年は誠さんのご紹介でもありましたが、ブルガリアソフィアで開催されたイベントで、私が主演させていただいた映画22世紀寓話が招待され、私も本作品の上映前に舞台挨拶をさせていただきました。そしてご存知の方がいらっしゃいましたら嬉しいんですが、ここ市川うらら FM さんで毎月第2第4金曜日夕方6時から佐藤みくの女優道という番組でもレギュラーパーソナリティとして出演させていただいておりますので、誠の間同様にぜひお聞きいただければと思います。こんなお二人でですね、今回も新しいサブカルクリエイターの発掘につながるような、そしてラジオをお聞きの皆様にサブカルチャーのいろんな魅力や情報満載でお送りしていきたいと思っております。はい、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは今回最初のコーナーは誠の自由研究のコーナー。このコーナーはいろいろなサブカルチャーについて誠さんが独自の観点で注目された人や物、トレンドなどについて、まさにタイトル通りご自由に研究されてきたテーマについて発表いただくコーナーです。はい、今回はオープニングのご紹介でもお話しさせていただきましたブルガリアでのサブカルイベントに参加されていらっしゃるので、あくまでサブカルクリエイティブプロデューサーのお立場からいろいろお話しいただければと思います。はい、では誠さんお願いします。はい、まずですね、ブルガリア行ってきました。はい、ミクちゃんも一緒に、ね、はい、行かせていただきました。はい、ブルガリアの、開催地が、はい、ソフィアで首都ですね。はい、はい、ブルガリアの首都です。はい、で中心地から、地下鉄で15分ぐらいのところですね。はい、の3万人ぐらい入る、はい、入る、2日間の動員が3万人か、はい、約3万人ですね。はい、イベントだったんです。はい、東ヨーロッパ最大の、そうですね、はい、サブカルイベントです。はい、東ヨーロッパ最大で、はい、いろんなその周辺の国から、そうですね、結構いらっしゃいましたね。はい、いろんな国から、はい、はい、お客さんの中でドイツから来たっていう方もいらっしゃってますね。はい、はい、トルコから来られた方もいらっしゃいましたね。そうですね、はい、トルコの方もいらっしゃいましたね。はい、で結構日本の
そういうイベント、はい、アニメイベント、はい、コスプレイベント、たくさんありますね、はいはい、あるんですけれども、多くがその、年齢層的にだいたい20代ぐらいから、はい、まあ、行って40ぐらいかな、はい、まあ、50、60、私世代というか25前半とか、うん、がメインなんですけれども、はい、そのブルガリアのイベントはかなり老若男女って感じ。そうですね、でちっちゃい子もいました。はい、うん、そうですね、お子様もいらっしゃったりとか、私とあの父と母と同じ、うんうんうん、同い年ぐらいの方もいらっしゃったりとか。そうそうそう、はい、でカップルも多かったですね。そうですね、うん、多かったですね。カップルで来てる、カップルでコスプレするっていうのも見かけましたね。そうそうそう、はい、うん、でなんていうのかな、海外のサブカルイベントって、はいはい、結構あるんですよね。いろんな国で開催されてますね。そうですね、はい、ヨーロッパでは、フランスとか、はい、スペインとかポルトガルとか、はい、あと北欧フィンランドとかノルウェーとかもあるみたいなんですよ。あとトルコでもあるんですね、やっぱり、はい、そうあるし、今ブラジルと南米のブラジルとか、はい、東南アジアでも結構いろいろされ、はい、してるところがあるんですけども、はい、結構大きく分かれて2つ、日本の企業が、はい、主催しているところと、はい、現地の団体が主催しているところに分かれるんですね。あ、そうなんですね、はい、で、このブルガリア の, このアニベンチャーコミックコンは、はい、その、ね、ブルガリアの、はい、団体が、はい、そうですね、主催しているというものです。はい、はい、で、行ってみて、はい、あ、ブルガリアのサブカル事情ってこうなんだって思ったのが、はい、熱量はすごい。そうですね、熱量がすごいんだけど、スタートから最後まで、そうそうそう、すごい、うん、たくさんの方がいらっしゃったなっていう印象ですね。そうなんですよ、そう、熱い、もうオタクの熱さはどこの国も変わんないなっていう感じなんですけども、はい、日本から入ってくる情報が少ないんだなっていうのもすごく感じました。あ、うん、だから日本って当たり前なんですけれど、日本のアニメって日本にいたら見れるじゃないですか。そうです ね, ね、だから見れるのが普通なんですよね、はい、うん、でだけどそのブルガリアはその輸入してこないと、輸入されないと見れない、日本のアニメは見れない。なるほど、だからその、選択肢がちょっと少ないんですよね。あ、はい、結構偏ってくるというか、うん、偏ってくる、うん、うん、っていうのと、そのあんまり情報が来ないから、うん、アニメとか漫画があるだけでそれが特別な状態なんです。あ、日本人って日本、はい、アニメ漫画があるのが当然。あ、そうです ね, ね、結構もう昔ながらあるっていう、週刊誌も、はい、まあ、雑誌も毎週のように新しい雑誌が出てて、はい、アニメも毎日、はい、新しいアニメが、新しいというか毎日アニメがやっているというじゃない、はい、という状態じゃないですか。はい、そうですね、やっぱブルガリアはそうじゃないんだなって思うんですよ。はい、はい、だからこのなんていうんですかね、このマーケットとかその、はい、そういう観点からいくと、うん、そこをもっともっとそのブルガリア人にとって、うん、日本のアニメ漫画が日常になっていけば、もっともっとそのディープにはまっていく人が増えるかなって。日本からこのブルガリアって約9000キロ、そうですね、あるんですよね。遠かったですよね、結構もうほぼに1日かけて移動したっていう感じなの で、ね、はい、うん、やっぱ皆さんの中でこうブルガリアっていうとやっぱヨーグルトっていうイメージが多分強いと思うんですけど、うん、アニメも流行ってるんだっていうのが多分気づくと思うんですよね。ね、表敬訪問が現地の学校に、そう、ね、そう、表敬訪問させて、はい、はいはい、いただいたんですが、はい、そこの日本語クラスの、はい、ほとんどの生徒がなんで日本語始めたの、はい、っていう問いかけに対して、うん、アニメと漫画を日本語で理解したいから、うん、あ、そうですね、言ってましたよね、はい、おっしゃってましたね、はい、あ、大体がほぼアニメから、そうなんですよ、日本語を学びたいっていう子がたくさんいらっしゃいました、ね、だからなんか、あ、やっぱこういう遠く離れた土地でも、はい、すごいその日本のアニメとか漫画の影響力があって、そうですね、なんかそれは誇らしかったですね。あとなんかもっともっといろんなアニメとか漫画が行ったらいいな、ブルガリアに行ったらいいなって思いました。そうですね、はい、日本の映画もなかなかこう行っていないというのを聞いたので、それもやっぱ日本女優として、私女優として日本の映画もこう皆さんにこう、そうですね、はい、こう
こう見ていただけたらなっていうふうに私も感じました、はい、そうですね、はい、そうだからあのその架け橋になるっていうのも結構僕の中ではミッションだったりするんです。そうですね、大きい、はい、ミッションになってきますね。そうですね、はい、これからもこのね毎年参加できたらいいなって思ってます。はい、ありがとうございます、はい、皆様いかがだったでしょうか。ちなみにこの研究発表につきましてはあくまでも2020年1月時点での誠さん的の、研究発表ですこと、あらかじめご容赦ください、ご容赦ください。以上誠の自由研究のコーナーでした。誠的カーテンコール。続いてのコーナーは現在はサブカルチャークリエイティブプロデューサーとして活動中の誠さんですが、実は学生時代はアマチュアミュージカル俳優でいらっしゃったそうで、そうですね、はい、今でもよく舞台鑑賞には行かれるそうです、はい、そこでご覧にならなられた舞台について熱く語っていただこうというコーナーです。ただ今回はどの演目というのではなくミュージカルの魅力全体についてお話しいただきたいと思います、はい、お願いいたします。はい、私が初めて、はい、そうまずそうですね、まず僕のそうです、ね、そう初めて、はい、何を見たかですね、はい、そうですね、記憶の限りではあのオペラ座の怪人をあのニューヨークのブロードウェイで見たんです。すごいっていうのもですね、あの母がすごくミュージカル好きで、はい、ああ、はい、そうなんですね、うん、はい、あの記憶の限りではっていうのは、はい、実はその前にも幼稚園の頃に母がに連れられて、はい、日本にやってきた公演しにやってきた、はい、あのスターライトエクスプレスっていう演目を見に行った、はいはい、そうなんですよ、僕記憶にないんです。でも母が言うにはもうなんかすごいこう前のめりになって食い入るように見てたよって言ってたので、やっぱりその頃から結構好きだったんだなっていう感じはしますね。そうなんですね、うん、でなぜこうご自身でもこう始めようと思われたんですか。あ、そのまあ、母の影響もあり、はい、あの兄も結構ミュージカル好きで、へえ、そうなんですね、はい、で兄が大学に入った時に、はい、そのミュージカルサークルに入ったんですね。おで、はい、僕が、そのサークルでは年に3回ぐらい公演するんですけれども、お兄様のサークルでは年に3回、はい、そうですね、なるほど、はい、うん、でそれを見に行った時に、はい、あ、面白そうって、そのミュージカル見るものだと思ってたので、はい、あ、やることもできるんだなって思って入りました。誠さんその時はおいくつぐらいですか。あ、高校2年とか3年とかですね、はい、で大学入ってミュージカルのサークルに入って、はい、でその公演をしたっていうのが初めて。そうなんです、うん、でも結構ミュージカルってなると、うん、やっぱ演技ももちろんなんですけど、はい、まあ、歌とこうダンスってあると思うんですけど、うん、そうですね、うん、どうやって習われたんですか。まあ、歌結構その歌もともと歌が好きで、あ、はい、はい、カラオケとかもよく行ってて、あ、で、でまあ、その大学入って、はい、そのサークル入ってから、はい、ちょっとその声楽の先生のところでレッスンを受けました、はい、あ、もう学校の授業で、はい、学校ではなくて、個人スクールみたいなところ、あ、個人スクールに通って、はい、通って声楽の、はい、でもダンスに関しては、はい、はい、もうそのサークルの中でその稽古をするっていうのだけなので、まあ、そんなに得意ではないかな。高校生まで一切やってはやってないですね。すごい、でもなんかやっぱダンスってそのやっぱ体を動かすことなので、はい、まあ、ある程度体育とかやってればその体の動かし方って、まあ、まあまあまあわかるじゃないですか、はい、一番ハードル高かったのは演技ですよ。あ、本当にそうなんですね、うん、演技ってだって、はい、例えばその学芸会ぐらいでしかやんなくないですか。あ、まあ確かに、まあ、そうですね。だからミキさん女優だから毎日のように演技する、まあ、確かにまあ高校生の時は演技キューブでしたそうですよね、はい、そういう方であれば結構日常なんですけど、はい、まあ、そう全くそうではなかったので、はい、演技がすごい大変だった。なるほど、はい、そうなんですね、うん、一番最初の、はい、にその舞台に立った演目が、はい、あのビッグっていう、はい、映画にもなってる、あ、はい、結構有名なミュージカルなんですけど、はい、そこのゲームセンターの店員さん役だったんですね。はい、はあ、はい、
で一言、はい、その主人公にちょっとぶっきらぼうな対応をするっていうちょっとセリフ自体は覚えてないんですけれども、はい、そのぶっきらぼうな対応をするっていうセリフだったんですけど、はい、それであ無理だって結構その喋る分量っていうのはあるんですか。いやいや一言あそうなんですね。だから台本で1秒ピッてぐらいの、はい、一言ですよ。でもすごい演技って大変だなって思いました、はい、そこで。それすごくわかります。本当にたった一言なんですけど私もこうやっぱ初めて演技するってなった時に、うん、この一言がどうしてもっていう噛んじゃったりとかすごくやっぱ、うん、その喋るとかこう演技するっていうその難しさっていうのは私ももちろんありました。でもそれやっていくうちに楽しくなるのが面白いですよね、はい、あそうですね本当に、はい、あ自分、うん、あ言えるようになってきたとかそれも誠さん自身もあったって。そうですね。そうなんですね、はい、なんかこういろんなこう舞台にこう出演されている中で、はい、思い出の演目っていうのは思い出の演目は、はい、キャッツですね。あキャッツ、はい、はい、サークル活動の中で、はい、まあ、1年生から4年生まで在籍はしてるんですけど、はい、主力は3年生なんですよ。メイン活動するのは。あ、なるほどなるほど、はいはい、でその3年生自分が3年生の時にやったのが、はい、キャッツ。キャッツ、はい、はい、だったんです。どのお役ですか。長老猫わかります。なんとなく、はい、はい、オールドデュトロノミーっていう役なんですけれども、はい、その、まあ、締めを歌う。あ結構重要な結構重要なわけですね、はい、すごい、うん、それをして、はい、キャッツ大好きですね。だからあなるほど、うん、今でもこう多分劇団四季さんとかの見に行かれたりとかは、ね、はい、あしますね。実写化されるじゃないですか。はい、めちゃめちゃ楽しみですということで皆さんもそう、キャッツも私も学校の授業で、はい、映像で、うん、拝見させていただいたことがあって、はい、やっぱすごいかっこいいですもんね、うん、そうなんか動きとかがもう本物の猫みたいな感じが。そう、そうなんですよ。歌も綺麗で素敵で、うん、ダンスっていうかそのダンス動き、そ、まあ、そうですね、うん、もうなんかこう魅力的で、はい、うん、すごい引き込まれますね。でこう誠さんこうブロードウェイでご覧になられたこともあるということで、はい、まあ、海外とこの日本のこうミュージカルの違いっていうのって何かありますか。海外、はい、まあ、海外っていうか、まあ、ブロードウェイとか、はい、ロンドンの、そのミュージカルのは、はい、やっぱ舞台美術がすごいですね。そうなんですね、うん、なんかもう華やか、ショーって感じなんですよ。あ、うん、もうなんか、の劇場入って、はい、入った瞬間になんかこのその演目その物語の中に自分が入るみたいな、入っちゃうみたいな、あ引き込まれる感じがあるってことですね、はい、うん、まあ、今でも結構その日本のミュージカルもすごくその舞台美術は力入ってて、はい、華やかで、特に劇団四季さんの、はい、アラジンとか見たんですけども、すごい華やかで話題になってましたね、うん、はい、思いましたけど、やっぱりその前その高校生ぐらいの時に、はい、ブロードウェイで見た時は、はい、その舞台美術に圧倒されました。そうなんですね、やっぱ見たことがないのでちょっと憧れてしまいます。行くと結構変わりますね。あそうなんですね。ショーとかエンターテイメントってなんぞやみたいな感じの感じになります。なるほど、はい、まあ、私の人生の中でちょっと一度だけでもいいので行かせていただければなっていうのがちょっとあります。そうですね、はい、一度だけでもなくて、はい、ぜひ、はい、頼ってください。はい、ありがとうございますということで、まあ、今後ともぜひたくさんのミュージカルご覧いただいたらなというふうに思っております。はい、以上誠的カーテンコールのコーナーでした。漫画を語ろうのコーナー。さてこの漫画を語ろう、略してマンカタのコーナーですが、日本のサブカルイコール漫画アニメということで、やはり日本が世界に誇れるコンテンツの一つとして漫画がその中心を成しており、それぞれの世代や性別、趣味や嗜好によってその好きな漫画の種類は千差万別です。そうですね、はい、
で、この漫画について我々二人の思いやこだわり、思考や好み、時にはスペシャルゲストさんに入っても入っていただきながら、漫画についてあえて、その絵が見えないラジオで、語っていこうというコーナーです。はい、今回は、誠さんと、私佐藤美久のおのおのの思い出の漫画の中でも、衝撃編ということで、はい、はい、うん、ということで、3タイトル、いろいろお話しさせていただければなと思います。はい、ちょっとランキングをつけがたいということで、はい、そうですね。いや、3つに絞るのも難しいですよね。はい、そうですね、なかなか、はい、うん、ということで、じゃあ、 誠さんからお願いいたします。はい、あえて言う、はい、あえて3つに絞るのの一つとしたら、はい、まずスラムダンクですね。はい、はい、もちろん知っております。はい、存じております。いや、やっぱりすごいこうブーム、うん、そうですね、誠さん世代の方とか、まあ、結構私の世代も幅広くもう、そうなんですよ、好きな方多いですよね。はい、バスケットボールのスポーツ漫画なんですけども、はい、その、まあ、主人公のちょっと不良だった主人公がバスケットボールと出会い、はい、その、まあ、チームのメンバーと最初仲悪いんだけど、はい、そのだん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 こう、ね、試合とともに、ね、こう成長、チームワークを得て成長し、はい、強豪校を倒していくっていう熱いスポーツ漫画ですね。はい、男性は本当に大好きな方多いですよね。はい、もう大好きです。うん、でやっぱすごい影響力が強くて、はい、このスラムダンクの影響でバスケットボール部に入る、うん、いや多いんじゃないですかね。すごい多かったですよ。はい、あ、お前もみたいな感じで僕は違ったんですけど、ね、あ、そうなんですそうなんですね、うん、まあ、それだけ本当に私もやっぱ知ってますし、うん、誠さん世代でも知ってるっていう、そう、ドンピシャ世代ですから、はい、あ、そうですよね。そうですよ。で、結構連載終わってからもずっと人気は続いてましたね。やっぱそれも人気の漫画ということで、はい、すごいなってやっぱ思います。はい、では私じゃあ一つ目いかせていただければと思います。はい、同じくちょっとバスバスケットボール関係ということで、うん、もう分かりましたよ。黒子のバスケが好きです。藤巻忠義さん、作の、漫画でございました。こちらも、週刊少年ジャンプの連載で、はい、もう映画化もされて、うん、はい、本当に非常にもうかっこいいというか、うん、もう技一つがとってもかっこよくて、ね、あれも面白いですよね。はい、うん、もう色分けというか、はい、されてるのがとっても可愛くって、はい、で、なんていうか超次元というか、なかなか現実世界では、お目にかかれないプレーみたいなのもすごく見れたりもするので、うん、まあ、ぜひぜひ皆さんにはちょっと検索していただいて、はい、ちょっとねご覧いただければなと思います。ね、映画もありますので、ぜひ DVD 借りていただいて、うん、ぜひぜひご覧いただけたらなというふうに思っております。はい、じゃあ次僕ですね。ということで、お時間となってもらいましたので、たくさん語りたいところなんですけれども、はい、まあ、もし改めてもし次回お話できればなというふうに思っております。そうですね、はい、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんのお好きな漫画は、ありましたでしょうか。以上、漫画を語ろうのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました。前回から始まりました新番組まことの間、皆さん今回もお聞きいただきましてどうもありがとうございました。この番組まことの間は、毎月第2第4日曜日お昼12時からお送りしておりますので、ぜひ次回、放送もお聞きいただければ嬉しいです。さて、初めてのレギュラーパーソナリティを務めていらっしゃる、まことさん、今回はいかがでしたでしょうか。いや、なんか好きなものだと結構熱く語ってしまいますねもうそれも私も癖でございます、はい、もう語りきれない方ですけれども、少しペースをね、まだお時間も他の時間がありましたらまたお話しさせていただければなと思います。そして番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見をぜひ送りいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレス info@plus-vox.com まことの間までお待ちしております。それでは誠の間、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は誠と佐藤美久でした。では皆様、ぜひ次回も誠の間よろしくお願いいたします。